J3 の近江アルディージャは監督や選手などがさいたま市役所を訪れ清水勇人市長に1年での J2 復帰を誓いました訪問したのは佐野秀彦社長と今シーズン就任した長澤哲監督岩槻区出身で今シーズンからキャプテンを務める石川俊樹選手の3人で初めに石川選手がサイン入りユニフォームを市長に手渡しました 佐野社長は J3 に降格したが必ず1年で J2 に復帰しますそのまま J1 に駆け上がれるようにベースを作る1年にしたい夢と感動を与えられるようなゲームをしたいと意気込みましたこれを受け清水市長は J2 に1年で復帰していただくのは私たちにとっても切なる願いです頑張ってください期待していますと激励しました